行方不明になっているのは高校1年生の佐藤翔さんです。佐藤さんはおととい恵山で姉2人と登山し、1人で下山中行方不明となっています。昨日50人以上の態勢で佐藤さんを探しましたが、霧が濃く捜査は難航し、今日は自衛隊も加わり150人近い態勢で捜索していますが、手がかりは見つかっていません。佐藤さんは携帯電話や食料は持っておらず軽装だったということです。一方、今日午後、胆振の洞爺湖町の山中で山菜採りをしていたとみられる男性が死亡状態で見つかりました。